の朝ごはんはお母さん作で和食でした。お母さん、おいしいご飯ありがとう。お休みなので納豆食べちゃう。納豆って後タレが美味しいんだって。みんな知ってた？私は知らなかったので今日試しました。美味しかった。衝撃受けると思う。みんなも試してみて。事務所のアカウントからいいねついたからメッセしちゃった。プロデューサーも納豆食べたの？あ、お疲れ様。後タレはね、きっとハマっちゃうと思うな。びっくりしたもん。これ後から入れる方がいいやつなんだって。だよね。だからね、プロデューサーも試してみて感想を聞かせてね。いってらっしゃい。事務所のアカウントからいいねついたからメッセしちゃった。プロデューサーは朝ごはん何食べた？そうなんだ。じゃあ私から提案。和食だ。確かにそうだよね。気をつける。プロデューサー、今日はお仕事？お休み？お休みなら事務所のアカウント見てたらダメだよ。最近雨多いね。どっちでもないかな。雨が降ってたらいい時もあるし、嫌な時もあるし、その時次第って感じ。そうそう、雨の日じゃないと傘は使えないし、雨の日だと特別なことをしてるお店とかもあるし、
真撮ってもらってもいい？ツイスタにあげたい。やったー。じゃあこれでよろしく。いいよ、アップするときに調整するから。本格的だね。了解。なんかプロデューサーがカメラマンって変な感じ。うん、素敵に撮ってね、カメラマンさん。大丈夫だよ、プロデューサーだもん。捨てがたい。全部あげちゃう？いやいや、でもな、いつもならいいんだけど、これは1枚であげたい。うん、よし、これで。プロデューサーも見て見て。ロケ弁、遅めのお昼、おいしい。ペロリしました。有名なところのなんだって。みんな知ってる？マノと日和と中身がちょっとずつ違うんだよ。もはや間違い探し。どっちもおいしそうだった。この後も頑張ります。放送日はまたお知らせするね。うん、なるべく毎日更新を目指してるの。今日のめぐるみたいな。私よくスマホ使うし、写真も結構撮ってるでしょ。でツイスターアカウントも持ってる。それなのに今まであんまり使ってなかったから、もったいないことしてるなーって思って。だってそうじゃない？こうやって。こんなに簡単にみんなの近くに行けるんだよ。むしろなんで今までやってこなかったんだって感じ。勉強？何を？うん、とーっても私に合ってるみたい。やっぱりいろんな人と交流できるっていいよね。え、突然どうしたの？っていうか、すごいって何が？そうかな。だったら嬉しいな。ツイスタするのすっごく楽しいから。どこにいてもツイスタって場所ならみんなとつながれるんだって。プッシュ通知の音が嬉しくなっちゃうくらいなんだよ。
何が？ブランディング？気になるな、ブランディング。調べちゃおう。私には高度すぎて難しいや。これまで通り気にせず更新することにするよ。コメントもくれてる。みんな早いな。イルミネ、今日はも一緒にいました。スリーショット、マノとヒヨリが同時に目をつぶった回、仲良し。みんな学校が違うのが不思議な感じ。投稿した瞬間、はっ！って思ったんだけど、どうすべきか迷っちゃって、時間空いちゃった。連絡もらったし、聞いちゃうんだけど、プロデューサーはどうするのがいいと思う？イルミネ、今日はも一緒にいました。スリーショット、マノとヒヨリが同時に目をつぶった回、仲良し。みんな学校が違うのが不思議な感じ。さっき間違えちゃった、ごめん。みんな見なかったことにしてほしいな。プロデューサーも変に思ったよね。間違えてアップしちゃったんだけど、消すのもどうなんだろうって思っちゃって、みんなコメントくれてるから消すのはなーって。いいかな。それもそっか、コメント消えちゃうのは寂しいもんね。そうする、ありがとうプロデューサー。
初めてで。こういう時ってどうしたらいいかな。私の思うようにしちゃっていい？それとも公式アカウントとして対応すべきこととかある？本当？そうなの？よそゆき？一緒にいるときはあんまり見ないプロデューサーだ。すごい気が抜けた顔してる。全然ノリノリじゃないよ。みんな反応早いな。あ、驚くかな。もしかしてオフショっていっぱいありますか？今度未公開ショットを大公開する回やりたいです。チェインだ。プロデューサー？本当？よかった。ただの思いつきで私がやりたかっただけだったんだ。でもみんなも同じように思ってくれてるみたいですっごく嬉しい。私もやりたいし、みんなの期待もあるし、未公開ショット大公開企画